ションチュー、こんにちは、ドクターレションです。今日はですね、私がなんと髪を暗くしたんですけれども、黒髪にしたらめちゃめちゃいつもしてるメイクが似合わなくなっちゃったんですよ。黒髪とか暗い髪に似合うメイクを今回は作ってみたので、こちらを動画にしてみました。はい、で最近買った新しい韓国コスメも一緒にご紹介するので、めちゃめちゃ可愛いのでぜひ最後までご覧ください。ということで動画スタート。すっぴんです。今コンタクトだけしてます。下地ですね、下地なんですけど、プラスリストアの UV ローションっていう、医療先輩コスメなんですけど、しっかりね SPF50 プラス PA4 プラスでウォータープルーフなのに、なんかあんまり重くなくてすごく好きで2個目を買いました。最近乾燥しちゃっていろいろのせるとすごい肌が重いんで、今日はこれとファンデだけにしようと思ってます。こんな感じで色はつかないんですけど質感は強い。とりあえず油は冬も出るので、プレステップポアプライマーを鼻とおでこと顎に塗ります。でクッションファンデはジョンセンムルのクッションシーラーです。フェアライトというカラーですね。ここにコンシーラー、バーム状のコンシーラーがついてて、目の下にのせてもあんまり重くなくて自然にツヤが出るんで好きです。一般的にジョンセンムルってもう一個のしっかりカバーする方が人気だと思うんですけど、私はガゼンこっちです。これぐらいのカバーとツヤですね。粉はのせません。なぜかというと最近乾燥しているからです。で唇はディープモイスチャーナイトパーフェクト、これですね。これが本当最近お気に入りですね。唇はアイブロウは黒髪にして見ていいなって思ったのが、このまずセザンヌの超細身アイブロウ04番ディープブラウンでラインを取ります。でこの後にちょっとまあ枠があるなぐらいの時にダンヌのパウダーアイブロウ R のブラウンっていうカラーを使います。ブラウンって書いてあるんですけど結構グレーな感じです。こういう色なんでこれを使います。このグレーの方、こんな感じです。この後にこのエテュセの黒髪にも使えるマスカラの、エテュセアイエディションの04番っていうカラーのマイマスカラを使います。前まで茶髪とか結構金だったからすごい発色しちゃってたんですよ。そしたらめっちゃ変で、今これで黒にしてます。こんな感じです。なんか黒髪で黒眉毛にするとなんか真面目っぽい感じになりますよね。シェーディングは特に変えてなくて、ピリピラの V シェーディングの03番を使います。アイシャドウなんですけど、実は最近アディクションのパール、ザアイシャドウパールの006番っていうねカラーをよく使っていてすごく馴染んでたんですけど、すごい楽しみにしていたこちらのパレットが届いたので、こっちを今日は使っていこうと思います。わーかわいい、こういう色ですね。私ちょっとこんな色は似合わなそうなんですけど、この2色はこちら辺でいきたいなと思います。ここら辺もしっかりラメがあるんで、ここ締め色でこれ涙袋で良さそうですね。わあいい感じ。この色で発色するのってなかなかないんですよね。あと最近は黒髪にしてから目尻のメイクを強化してるんで、今日はちょっと下の方まで囲みました。締め色の濃いのいきます。おお発色がすっごくいい。キラキラはちょっと硬いな。でゴールド、こんな感じでどうでしょうか。はい、おやっぱカラーはすごく可愛かったです。次がアイライナーですね。最近はちょっとアイライナーにもこだわっています。目のね横幅を広げた方がなんか似合うんです。ヒロインメイクのスムースリキッドアイライナースーパーキープのブラウンですね。
目の下はこのマジのザファーストスリムジェルアイライナー。だいぶ顔が変わりました。さっきまですっごいぼーっとした顔だったですけど、私塗り忘れましたけど、マジョリカマジョルカのまつげ美容液は毎日塗ってますね。チークはですね、最近激安でしかも質がいいで有名なピアーのダウニーチークの06番と07番っていうカラーですね。本当にちょっとだけ取っただけですぐつくんです。私も最近買ったんで、これ持ちがどれぐらい持つかな。私は顔の余白がとっても広いので広めにチークを塗ります。リップも最近すごく悩んでるんです。何を使えばいいか。今日はこれ使おうかな。ディアダリアのマットっぽいですね。あ、なんだこの色。これをベースにしてもっと濃いのを塗ったら可愛いかもしれない。イニスリーのビビットコットンインクの7番をちょっと乗せてみます。なんか違うかも。今日ダメですね。これ匂うか。やっぱいつものにするか。じゃあいつも塗ってるウェイクメイクのメイクのリップペイントの08番使います。アイマスカラをしていきます。最近私が愛用していたマスカラがどこかに髪雲隠れしてしまったので、これ使ってます。ヒロインメイクのカールキブマスカラ。はい、でマスカラはこれの上にロングアドカールマスカラアドバンストフィルムを使っていきます。ハイライトはちょっともう結構ここら辺がキラキラしちゃったんでやめようと思います。はい、完成です。はい、ということでメイクしました。で最後もすごいリップ悩んだんですけど、このね結局これ塗り直しちゃいました。ロムエンのソフトプールっていう9番のカラーなんですけど塗っちゃいました。でこの色です。当分これちょっと明るくならなそうなんで、ちょっとまたいいのがあったらご紹介しようと思います。ということでこの動画楽しかったら高評価とチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。